どうだ。上り速度は100、100、100、300いった。お、いってるいってる。フォームの電波ないとこだけどいってる。頂上です。よーし。よかった、こんなに電波あるとは。映像も。もう日がこれから暮れるとこですね。あと寒いです。標高500メートル。寒い。で、今ちょっと彼は上に行ってるんですけど、途中でですね、こんな人見ました。さあ、こんな人が途中でいました。あ、これオートフォーカスかかってるかな。ちょっと待ってください。こうして、あ、大丈夫だな。ライコさんいらっしゃいませ。ママチャリで登ってきてましたよ。しかもほとんど荷物背中に背負って、で、今ビデオカメラ持って撮影しながら上に行きました。上に展望台があるんですよ。あ、おはようございました。今こう見に、またおかしくなってんのか。北海道に渡ってる。よっと。北海道ではございません。で、これから登ります。クロスの何が悪い。よいしょ。あ、そっか、ママチャリ比べては前かな。いや、友達とじゃなくて途中で見たんですよ、この人。ものすごいような。いや、眼鏡かけてなかったですね。ちょっと寒いんで、ちょっと雨具を防寒着代わりに着て、羽織って。あ、いらっしゃいませ。で、ちょっと、どこ行ったっけ。ポタファイ持っていかないと電波切れる。ここテントばあってもちょっと寒すぎて。白神ですか。ちょっと待ってください。ポタファイ持って、あとこれ、白いビニール袋とかこの辺を放っとくとカラスが来てつついて穴開けちゃうんで、完璧に閉めとかないと。ここはキャンプ地ではありません。ここから下ったところにある道の駅です。こういうのサッカー、ああ、本当は興味あるのにというのは大嘘です。一切興味ございません。今回の夢で旅さんじゃない。よっと。止まったら風邪ひきそうです。上陸中。さて、今日は道の駅泊まろうと思ってます。ただ道の駅があんまり軒先なさそうなんですよね。お、いや、ポタファイ触るだけで、触るというか移動したからかな。津軽海峡冬景色。ああ、それなりに足消耗してるな。いらっしゃいませ。そう、広島カープがまだあるかどうか。おお、いらっしゃいませ。あ、意外と疲れてるな。登りはそんなに思ったほど辛くなかったんですけどね。最初12パーとかひどい坂があった後は7パーぐらいでずっと ここでじゃないです。あと、龍飛崎の景色は明日の朝見ようと思ってます。北国ですね。体感気温はどうだろう、20度もないのかな。さて、彼勝手に顔が映らないようにしないと。あ、電波良くないか。さて、お疲れさんです。今これ顔映さないように一応覆ってますが、顔は映っても大丈夫ですか。生放送。こんにちは。あ、でも電波が今切れてるっぽい。せっかく映ったのに。下で映ってたのにな。ねえ、自転車旅行が面白いから、それを人に、あ、そう、見せようと。あ、来た来た来た。来てる来てる。どうすかどうすか。あ、ネズミ、リロードお願いします。さっきの、ミッキーマウスのあれか。戻りましたかね。ロード、願います。あ、猿は下の方で、猿見ましたか、途中で。ああ、猿見ましたよ。もうなんか普通にいましたよいっぱね。いいましたね。
そう、この人がママチャリで登ってきた人です。あ、どうも、ママチャリで登ってきた人です。こんな感じで、これニコ生って、あ、すニごコい。ニコ生放送ってやつあ、なんですけ俺どの、ね。こう、あれが見えてる。頭が。コ見メンらトれてるんがですかね。若い。若い、あ、21ね、です。どうも。20若。半分しかねえ、嘘。若。え、倍弱です。41です。とりあえずで、展望がこんな感じ。ここはですね、知床峠に似てる感じ。登ってきた道がずっと見えてるのと、あと2車線の広い道路でずっと来れるんですよ。の割に全然車いなかった。朝朗角、こんにちは。あっちの方がなんか大だるみ峠のぐにゃぐにゃっぽいな。あ、こんにちは、ずれてるな。ラグが発生してる。で、さっきまであの辺は夕日でちょっと綺麗だったんですけど、もうやばいですね。初夏の基地、若い。ただで。今 GoPro でも録画してできてるような若いですよね。で、ママチャリで登ってきてるの見て、若さだなとかいうのはもう定番すぎてダメですよね。若かったらみんなができるわけじゃない。精神力だな。もうつらかったですよね。ずっともう押すしかなかったですそうね、手そう。段が皆もさん、さっきのママチャリあれ変速なしですよ。う。変速なしで、この最初12%、11%があって、あとずっと7%の。もう急でしたね、ずっと。一番最初が一番きついですよそうでね。すね、あそこ12%のここがもう意味が分からない。意味がわからん。いやー、でこんもなとすごころ。い価値があるとこですね、やっぱり。ここは峠としてはかなり眺めは、昼間だったらもっといいのかな。まあ、あ、こ今の人はたまたま途中で会った人です。日は。そうです、どうも。そうそう。桜井で桜井さん。す。YouTube かなんかにあげたりするんですか、それは。ああ、僕、これは全然なんかサークルのみんなにあげようと思って、一応、弘前大学の、あ、弘前。はい、弘前大学のお笑いサークルの部ええー。長をやっておりまして。弘前大学のお笑いサークルの部長の、また名前忘れた。桜井です。桜井さんで桜井す。作ると言います。桜井つくるさんです。はい、想という像このとは多桜分井で検索すしたらね。すぐ出てくるような。なかなかいない名前ですかね。はい、弘前大学お笑いサークル、一応、ね、皆さ営ん聞こえ業をまし募た集してか？るので、営業。もうやってって呼ばれるネタ、すぐやりに行くので、ここではやらないですそう、今日は鰺ヶ沢から来て、鰺ヶ沢から弘前の方に行くかこっち行くか迷ったんですよ。あ、鰺ヶ沢から来たんですか？ええ、あ、同鰺ヶじで沢。すね。僕、鰺ヶ沢に昨日泊まって。ありゃ。昨日鰺ヶ沢の、鳴沢っていうところの近くの民宿泊まって、ああ、そうなんですか。僕はもう草っぱらに泊まりま草っした。ぱらで。テント張ってザーザー降りでしたね。屋根のないとこで。はい。うわ 意外といけるもんですね。初めてやりましいたや、けゲームど。では 多分本名だと思いますよ。楽しかったですけど、雷が朝すごくて、ああ、朝雷。すごい怖かったです。あ、すごい綺麗。夕日のカメラで撮った方が綺麗。すごい。こう、夕日、そうですね。夕日はちょっとこれ黒い雲の下に隠れてるんですけどね。水平線と雲の間にちょっとだけ夕日が。夕日が見えてる。すごいですね。サークルのみんな喜ぶぞ。いちご、那須いちご。いや、途中でたまたま会った人です。すごいよな。で、東北を今一周してるという話でしたよ。ママチャリにほとんど背中に荷物を背負って。はい。もうでかいバッグ背負って。あれ、ママチャリはわざとママチャリで。そう、いや、わざとっていうか、まあ、ママチャリだったら面白いかなと思って。確かにまあ、ママものチャすリごいしか思いな出かっにたなっるていようのな。があるんですけども。WPSN日記.blog. もう検索されてる。早いな。あ、一すご応、いな。そっから多分、ラジオとかもいけるんで。ラジオ。あ、なんかネットラジオで録あ、音しなるたやほつなんど。ですけども、たえまに上がるんで。ー。あ、すごい、急に広がる可能性がありますね。そう、こっちはニコ生で。すごい。あ、何さんと。私はロボと言います。ロボさん。本名吉川勝彦です。あ、言っちゃっていいんですか、言っそれちゃっは。ていいです。あ、あ、吉じゃあ、川ですか、かっこいいです吉川、ね。よす、あの吉川工事の吉川で、あまり吉川工事には似てないと言われます。そうですね、雰囲気が全然、タイプが違います ね。ああ、名刺忘れた。確かに。名刺あったのに。自転車趣味の名刺を作ったんですけどね。そうなの、自転車の方の名刺ですか。仕事とは全然関係なくて。出会った人にみたいな。とりあえずロボさんで検索すると出ます。さん付けだと検索すると出まロボす。さんですか。あ、ブログとか。
ホームページとニコ生のサイトと、あとなんだっけ、あと YouTube にこれで録画したやつとかあります。すごい、いっぱいやってるんですね。いろんなとこ行ったんですか？まあ輪行で安く映ってるだけですけどね。いいですね。20歳農学生命科学部生物学科。あ、やばいやばい、恐ろしい。いいですね、僕もどんどん有名になっていきますね。おー、ローカルスター、一緒にもしかしたら一緒になるかもしれないですね。今日あのどこ泊まるかっていうのが道の駅のもう候補ですよね。そうですね、あんま決めてないですけど、行けるとこまでガーッと。あ、でも行けるとこまで行ったらもっと先まで行けるな。平田ってまで行ける。ちょっと遅くなっちゃったから無理かな。あー、だいぶ赤くなってきた。まあ、はい、まあどっかの草むらでも見つけて。草むらで。すごいな、そこまで今できないからな。いやいやいや、今って昔やってたわけじゃなくて最近になってこういうことだったんですけどね。あ、そうなんですか。ええ、なんかきっかけとかあったんですか？いや、あのママチャリ壊れて、はいはい、あの、ちょっといいの買おうかなみたいな。ええ、で家の周り回ってたのがどんどん広がっただけなんですけどね。だいぶ広がりましたね、ええ、横浜ですよね。横浜で、ね、北海道に行ったのが10年ぐらい前で、それからずっともうあちこち。北海道はどっちの方に行ったんですか？10年かけてあちこち。そうです。毎年夏休み取って。あ、すごい、ええ、山は行きました。山は峠結構趣味なんですけどね。あ、トカチとかは分かりますか？トカチは真ん中ら辺なんですけど、あの早雲峡、三国峠は通りました。あ、はいはいはい、横のそこら辺なんです、僕出身が。あ、そうなんですか。北海道で、あの三国峠とあと望岳台っていうところもありますよね。左、あの西の方に。あれは富良野か。そうです。あ、富良野の方じゃないです、下の方ですね。ああ、の大雪山、ね、降りてすぐ南の方の。そうですね。じゃあ、あの、なんだっけ、気球の上士幌とか。あ、そこら辺ですね。あ、新徳町っていうところなんですけど。あ、新徳。 あれ新徳ってなんかそばか。そうです、そばしかないですけど、そばだけまあまあ有名っていう。新徳そばで確か水曜どうでしょう出てきたんじゃなかったかな。水曜どうでしょう、やっぱり好きな方ですか、こういうのやってる。好きでございます。面白いですね、誇りの北海道の誇りでございます。こういう出会い、さっきあの会った時はただ単に道端でほぼすれ違うような状態 で、僕が死んでる時に、僕がちょっと飲み物がなくなってですね、あ、水分補給にシシトウを食べてる時に。シシトウ？水分補給にシシトウを食べてる時に、水分補給にシシトウを食べるっていうのはどういう意味なんだろう。もうそれしかなくなってしまいまして。あ、じゃあほんのちょっとだったら水残ってるんで後で。あ、本当ですか、いいんですか、そんな貴重な。もういや、もうこっちだいぶ飲みながら来たんで大丈夫です。本当ですか。こっちの方はすごいな、なんかここでも。あ、赤いな。あとさっきからこの霧というか雲が。そうですよね、ちょっと映像じゃ分かりづらいと思うけど。あ、これ今分かるかな。分かりますか。山合いをずっとありますよね。なんかこれのせいもあるのか、えらい寒いですよね。寒いですよね。もうちょっと外してほしいなっていう、見えますかね、なぜかシシトウ。あ、そうだ、写真全然撮ってなかった、放送ばっかりやった。写真も撮れるかな。これパノラマ撮れるかな。寒いと思いますよ。水をよっと。牧場の息子さん、新徳って、あ、あとなんだっけ、あのなんとか迷路、水曜どうでしょうって、なんとか迷路が出てきたとこじゃなかったかな。トウモロコシ畑迷路。あったかな、新徳かな。新徳か、なんかそこら辺だったと思うんですけどね。あ、そうですね、新徳一回お店出てましたね。有名な港屋さんという蕎麦屋さんなんですけど。お、美味しいとこが。港屋さん。はい、長嶋茂雄が来たことがあるという。およくわかんない。あ、うわ、かかってきましたね。でもあっちの方も空の色すごいな、これなんだろう。皆さん映像見えてますか、あの色。なんか青いのと赤いので分かれてます。 あ見える見える、映ってる。すごい、この色すごいな。ここまで見晴らしがいいからなのかな、これは。あとは寒い、結構寒いです。
こっちの方の眺めあんまりないな。あっちの方の山すごい雲かかってる。いや綺麗ですね。ただこの時間にここでこんなことしていていいのかどうかちょっと疑問です。夕食調達はもう食材調達無理かな。ぼっち幻想的ですね。日の入り17時、あれ17時よ56分じゃなかったかな今、ええ、さっき確か GPS の表示で見たらこの辺りは日暮れが17時56分。もうあちょうどか。ここでパスタ、水がない。使った。うん。23.1度、あれ大したことないな。よいしょ。北海道はうん。とりあえず今雨降ってない。あそうですね。そうのぼ。いや明日からなんか晴れマークになってたような。今日の夜はまだちょっと雨マークがついてて、なんか僕の携帯全然信用できなくて。おなんか天気のサイトによって。野生動物、肉は別にいいかな。野菜系が全然ないんだよな。作るんですか。一応ラーメン茹でるだけです。あ料理じゃないですか、そっちはハンゴを使ってますよね。そうですね、ただもうあの黒いハンゴ、ええ、全然火が使えない。おお、よっとっとっと、中心が出てきそうな、うん。よ、あそうだ。さっきからこれは読み上げはそちらに聞こえてないんだった。そういえば、私がさっきから一人で何喋ってるかっていうと、音声出力デバイスをこっちにして、これでよし。こんな感じ。あーなるほど、コメントとかですか。ピースどうも。おう、あ土曜まで OK。 やったやっとか。こっち来て最初だけ晴れで、あとはもうずっと雨だったから。ん大音量結構ラグもあるかな。よいしょ。下北の方まで行くんですか。うん、フェリー、あ音、あ、音来たって、そうか、読み上げがみんなにも聞こえるようになったんだ。こんばんは。一緒にご飯、食事する場所がこの辺多分ないだろうからな。タピザキの方の観光地もだいたい夕方も5時6時になったら閉まってしまうし。桜井さんです。よさて、水が、いやでも本当一口しか残ってないですよ。よいしょ、よっと、こんだけ。あ、いいんですか。どうぞ。ありがとうございます。あそこ一応水はあそこにあったな。ということはあそこの水を使えばラーメンはできる。ありがとうございます。お疲れさんです。お、ちょっと模様になってる。あああの三本指というか。一緒に寝ないの。よいしょ。あ電波が先途切れてたのか。それでなんかコメントが来てなかったんだ。しじみ、私はしじみ食ってきました。あ止まってたのか。しじみ汁とあと宿でもらったおにぎり今日昼飯食って。しじみラーメン食べてきました。おーあの中之島の近くの。ああそう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 。あ、岩寮。ああ、私は並んでるやつの一番左で。あ、あっちの露店のとこですか。ええ、あなんか露店行ったすぐそこの宿みたいなところ。ああ、ちょっと高かったですけど。なるほど。美味しかった。緑色のオレゴンさん本当だ。何に乗ってきたのって、何に乗ってきたの見てなかったんですか。一番重要なとこなのに。重要ですけど。これです。で、変速なしです。ほら、これこれ。ここ水場、トイレの水は多分あると思いますけど、飲めるかどうかわからない。コメリのなのか。
ああ、そう、それを背中に背負ってるというのは尻どうかなんならないですか？尻。尻がもうね、落ちそうですよね。ですよね。こうやってきました。でもこういう状態の人に対して、あの後ろに乗せた方が楽ですよとかいちいち言うのは、それはそれで好きでやってるから。そうそう。テント、寝袋、多分これがあれマットかな、これは。テントはそっちですか？テントこれです。あ、これがテント。はい。簡易なやつです。おお。で、このハンゴはやっぱすごいよな。ハンゴ、ハンゴ。親から送られてきました。そう、若瀬の、で一言で片付けるとなんか失礼な気がするんだよな。いやいやいや。パンクはしてないですか？まだしてないですけど、修理の道具も持ってきてる。おお。ママチャリの方はパンク修理大変だから。そうですね。ねえ。駅前で盗んで走り出す。どこから、あ、弘前大学の人です、はい、で出身が北海道の新得町、はい、ええ、昔の私はパソコン部にいたな。シングルスピード、確かにシングルスピードではあるけど、じゃあちょっとあの読み上げ私の方だけにするので、これバッグの中に入れると聞こえなくなるので、よし、がむしゃら感ありますね。で結構あのいっぱいいる感じですね。だいたい50人から多くて500人ぐらい同時に見てるので、お、ええ、やった、 WPS 有名になる。あ、そうだ、名刺あったかな。すごすぎますよね。ビニール袋は、あ、ビニール袋じゃない、何言ってんだ。名刺はもうなかったっけ。なかったけど、どこにしまい込んだんだったっけ、覚えてないな。あ、こっちな気がする。あった、さすが、よく覚えてたな。あ、いいんですか。じゃあ裏だいたい同じで、絵柄好きなのどうぞ。うわ、悩むな。じゃあこれ、北海道。あ、さすが、礼文島です。あ、あれ行ったことない。礼文島の桃屋を上から見たとこです。すごいですね。見て、自分で撮ったやつなんですか、全部。じゃあそれは、ええ、あの撮った写真は全部自分で撮ったやつで、これが秩父、これが長野県 あの 稲谷っていうとこで、あ、それも、じゃあこれもどうぞやったー。あとこれが有名、自転車で有名な乗鞍っていうとこですね。ああ、聞いたことあります、ええ、あとは神奈川県の超マイナーな誰も知らないような峠と、攻めてますね。本当です、こんな感じですね。すごい。もう一種類なかったかな。吉川勝彦です。ん、高台の東、ん、東大の電波、あ、電波また切れてるのか。すごい、消防サイバーサイクリスト。トムラウシ山ってどこだっけ。トムラウシ山が新徳かって。トムラウシは新徳ですね。 あれな、いいことじゃなく有名になります、ね、いいことじゃ、ちょっとなんか人死んで有名になります。ああ、そこしが新徳ですね。なるほど。さ、そう、コメントが来てるとあのすごい量の情報が流れてくるんでそうですよね、すごい。よし、もう寒くなってきた、太らない。え、着るもんはこの中にある程度あるんですよね。もうだいぶベシベシになってます。ああ、会員番号。じゃあとりあえず私はこれで、あの真っ暗になる前にこれで取りっぱなしで下ります。真っ暗で行くんですか、ええ、うわー、すごい、みんなに見えるんですね。まあ 2,3 ヶ月先になるんですけど、 YouTube に上げるのは、編集が大変面倒なので。ロボさんで出ますか。ロボさんで検索できます。ああ、ええ、待ってます、上がるの。じゃあもしかしたらまた後でってことで。あ、もしかしたら、うん、じゃあ先に下ってますね。はい、ありがとうございました。鹿さんです。電波あまり良くないかな。さっきから結構通信速度はあるんだけどな。じゃあまた、よいしょ、この出会い、さ、よいしょ、よいしょ、サイバーサイクリスト、その前ネタ前言われたな。よいしょ、話のネタに、じゃあ、おっとっとっと、あ、そうそう、乗鞍、乗鞍。さて、こっからはちょっと電波また切れると思います。で、暗くなってきたな。やばいな、峠
峠のてっぺんにこの暗さじゃまずいな、てっぺんで。戸村尾小生、名前知ってるんですけどね、場所行ったことは確かなかったはず。あ、写真撮ってないや。まあ後で会うかもしれないし、散々相手の写真は撮ってるし。ああ、だいぶ暗いですよ。で、明るく見えてるってことは残像がかなりひどいと思います。ああ、握手か。その時の儀式はあんまり重要に思ってないんですよね。あれなんだ、なんか目の前を鳥かなんかひらひら飛んでるやつがいるんだけど見えなくなった。じゃあここから先はほぼ GoPro のために走ります。まあ、彼はこれ今から少し着込まなきゃいけないと思うんで、よっ。でもまあ下りは自転車の種類はあまり関係なくなりますからね。暗くなってきたな。飛び飛びなのは多分、あ、時間、そっか、これからタッピーじゃなくて道の駅まで下ります。テント配信は多分すると思います、泊まれれば。じゃあニコ生の方は次枠取らずにもこのまま行こうかな。もう映像的に真っ暗だし。じゃあ GoPro だけ撮りながら下ります。一期一会ですね。といってもこの暗さじゃ参考映像にあんまり意味ないかな。長官台の熊、あー、どうだろう、熊はどっかにいるんじゃなかったっけ。少なくとも白神山地はヒグマいるみたいだから、あ、ヒグマじゃない、月のアグマか。こっちもいることはいるんじゃないですかね。わあ、あっという間に暗くなってきたな。オレンジ色もあそこだけになってしまった。あ、明かりつけとかないと危ない危ない。何やってんだ。さて、これから 500m ダウンヒルだけど、あー、そうか、 GoPro の方が暗さには弱いか。ウェブカメラの方が暗いとこ強いんですよね。まあ強いというか強調が激しいというか。あー、電波なくなったかな完全に。ここも GoPro 撮ってもあんまり意味ないか。まあ撮るだけ撮ろう。ここの下りも 10%。 ん？雨粒が。嘘、大丈夫だよな。あー、残り3分、電波は多分ないままだ。あー、やっぱりパラパラ降ってきてるな。
あんまり揺れるとピッシュがやばいな。降ってきた、降ってきた。これはパソコン切らないとやばいな。ダメだ、屋根とかないな。とりあえずパソコンはもうしまい込んでしまおう。パソコン側での録音を今 GoPro の本体だけの端子になっています。で、ヘッドセットのマイクをマイクを